五冠は中国の古代王朝。漢王朝の皇族劉衆が王王に滅ぼされた冠を再興して建てた。とは楽葉。五代の五冠と区別するため、中国では、東冠という。光、武帝劉衆全冠は王王により散脱されたが、両母の乱が勃発したのを皮切りに、全国で反乱が起こり、最終的に南洋の皇族傍境の地方豪族である。 後部邸により平定された。道馬や石碑など多くの民衆反乱を吸収して、自らの勢力とした三つ竹帝は民衆は疲弊し、それが兵糧を休じる軍病は相対的に多いため、財官騎士、都イなどの地方の駐在軍を廃止し、徴兵制から少数の傭兵制へと切り替えた。また本来は中継が役目である少将を使い、 三つ広大臣の権力を奪い皇帝へと集中させた。しかし後に皇帝が若くして亡くなると権力は真空となり、皇帝の権力を利用できる宦官,官と外籍による権力争い、それに儒教の信仰による地方豪族出身の知識人官僚の犯行が展開された。政局の混乱に耐えかねて民衆反乱が頻発するようになっても、 地方軍備の欠如が裏目に出てなすすべがなかった。三つ竹三と第二代名帝を除いたすべての皇帝が20歳未満で即位しており、中には生後100日で即位した皇帝もいた。このような若い皇帝に代わって政治をとっていたのは豪族、特に外籍であった。第四代和帝以降から外籍は献声を振るうことになった。 関官,官の協力を得た第11代官邸が領域を中殺してからは、今度は関官,官が権力を握るようになった。関官,官に対抗した清流橋大部もいたが、逆に東湖の金にあった。外赤、関官を問わずに、この時期の政治は極端な賄賂政治であり、官僚が出世するには上に賄賂を送ることが一番の早道だった。その賄賂の出所は、 民衆からの作取であり、当然の結果として反乱が続発した。その中でも最たるものが184人の聴覚を狩領として公金の乱であり、全国に反乱は、飛び火し、実質的支配者であった10人の大官官は、その多くが殺され、混乱に乗じて当卓が、首都落葉を支配し、小店弁を排位して殺害。この時点で五官は事実上、 統治機能を喪失した。その後は曹操や劉備らが争う動乱の時代に入る。五漢は一応存在はしていたが、最後の皇帝検定は曹操の区靴であった。二百二十年、曹操の古装費に検定は、全上して五漢は滅びた。検定が殺害されたと誤った伝聞を受け、劉備が皇帝に即位し、移行三国時代に入る。検定は義によって、 三陽光に封じられ、その死後は、孫の竜康氏が後を継いだ。義にとって変わった精神でも、この待遇は引き継がれたが、竜康氏の孫である、劉秋の代に栄華の乱で、官により殺害された。義では、官王朝の喪失は金庫の扱いを受けていたが、精神成立後の266年に解除された。ぐことによって皇太が力を持ち、 外籍も、んになり、外籍による戦乱が幾度も見られた。また末期には、外籍を廃することに成功した宦官,官がやはり、妖帝を苦物に仕立て上げ政治を労断した。宦官,官が増えたのは、皇后府が力を持ったのが原因である。この王朝の皇帝は極めて短命である。幾人も三十代で崩御しており、若くして崩御することから孔子を残さずに亡くなる。 皇帝も少なくなかった。このため幼少の皇帝が続出し、即位時に20歳を超えていた皇帝は、初代皇部帝と第2代名帝の二人だけであり、15歳を超えていたものも、小帝と小帝弁の二人だけであった。ちなみに、最も長寿だったのは、初代皇部帝である。五冠の政治体制は、基本的に全冠から引き継いでいるので、前冠の功も参照すること。 全館から五館に推移する時の騒乱により人口は、全館末期の2年の5767万から五館初めの57年は2100万へ減少した。その後は徐々に回復し、157年に5648万に回復している。しかし、黄金の乱から大動乱が勃発したことと天才の頻発により、再び激減して、 精神が統一した280年には1616 16万という数字になっている。動乱の途中ではこれより少なかった。この数字は単純に人口が減ったのではなく、国家の統制力の衰えから戸籍を把握しきれなかったことや亡命がかなりあると考えられる。なお、中国の人口が六千万近くの水準に戻るのは随代であった。五感の参考は、大意、首都、 地空であり、それぞれ全官の大位、上昇、女子大部に相当する。しかし、五官の政治特徴として、官岸の徴用による、側近政治が強くなったことがあり、皇帝の秘書役であった少書が、実質的に政治を動かすようになり、三つは、実行機関に過ぎなくなっていた。地方制度の主な変更は、全官部定期に創設された軍の長官である大使を、 観察する役職である獅子である。獅子は600国の実録であり、2000国の実録である、大衆に及ばない。これは不都合であるため、元御門の頃に2000国の州穫と変わった。何度か獅子と州穫の制度が入れ替わり、時には獅子と州穫は並立していた。しかし、州が地方行政の最高単位となり、獅子には軍権がないため、五官も末期になって、 地方反乱が続出するようになると、軍権を合わせ持つ州牧が地方行政の最高役となった。牧の民政と軍権を合わせ持つ権限は強大なものであり、州牧は後には地方の自立勢力となる。黄金の乱以降の軍友たちは、ほとんどが牧を経験している。五官は建国以来豪族の寄せ集め国家であり、豪族は皇帝と婚姻関係を結び、外籍として、 大きな政治的、軍事的権力を持った。それでも、朝帝の時までは皇帝が権力を持っていたが、88年に第四代、和帝が数え年十歳で即位すると、皇太后当時が水連政治を行い、その兄の東権が大将軍として、宣見を振るった。これが五冠の外籍の台頭の始めである。その後、十二年に和帝は、関岸の帝州の力を借りて、 当剣らを中殺する。以降、五冠末まで外赤と宦官の争いが続いた。帝州以来、宦官は強大な権力を持ち、孔に封ぜられ、没後は養子によって放置を継ぐようになった。第六代、安定の第二も、宦官の後継、李ウリュラの布告によって、東市一族が粛清され、第八代、淳帝の治世が開始するにあたっては、園氏一族が、 孫ほどらの宦官,官によって粛清されるなど、外籍と宦官,官との間で皇帝の擁立合戦が続く。おきみかど、七帝、漢帝の三人の擁帝を次々に擁立して、猛威を振るった外籍の領機が、宦官,官の単長らに滅ぼされて、以後は宦官,官が優勢となり、外籍勢力は一歩後退する。宦官,官が権力を私物化すると、それを批判し抵抗する。 知識人たちの世論が高まった。これを真理と呼ぶ。彼らは自らを清流、漢岸のことを濁流と呼んで非難し、漢岸側は清流派を当人と呼んで弾圧した。皇族の中にも清流派と共同する者が現れた。166年に司令行為の利用が漢岸の犯罪を摘発したことをきっかけとして第一次の東古の金が起きる。 李用をはじめとした204人が逮捕されたが、豪族勢力の働きかけにより釈放されて、禁固となった。しかし、李用たちは、義手として称えられることになり、三君、八春といった人物の格付けを行った。その後、霊帝を擁立した外籍の頭部が168年に、清流派の陳茂らと共に宦官,官を中殺しようと、する事件が起きたため、 関岸勢力は169年に第二次の塔子の勤務を起こす。今度は官職追放ではとどまらず、利用は逮捕後に獄中で殺され、死者は100人を超えた。さらに、当人の親族縁者も金庫とされ、大野学の学生たちも逮捕された。公金の乱が勃発すると、公金と戦うために、再び外籍が力を伸ばし、 また知識人が公金と共同するのを防ぐために金庫を解いた。その後も外籍と宦官の対立は続き、189年に外籍の名に進むが十常寺に殺害されるが、同年、延章二十常寺たちが皆殺しにされたことで、外籍、宦官の勢力は共に消滅した。その結果皇帝を守る藩定と呼べるものがなくなり、以降の五官の皇帝は、 名ばかりの存在となっていった。前漢中期から儒教の勢力が強くなり、国教の地位を確保していたが、三つ竹三角は、大盲のような三奪者を再び出さないために、さらに儒教の力を強めようとした。教教理戦の科目の中でも、高齢を特に重視した。また、前漢に習って、落葉に太学を設立し、故教博士を置いて、 学生たちに儒教を教授させた。孔子の故郷である曲府で、孔子を盛大に祀って、孔子の祭祀は国家事業とした。また民間にも、儒教を浸透させるために、親孝行をなした民衆を商用したりした。また法制上でも子が親を告発した場合は、告発は、受け入れられなかったり、親を殺された場合は、敵打ちで相手を殺しても無罪になったりしていた。 これらの政策の結果、官僚、民間ほぼすべてにわたって、儒教の優位性が確立されることになる。その一方で、五官の人々は迷信に対する系統も強く、予言書が皇帝、官僚らにも大真面目に取り扱われたり、各地に現れた、怪現書、怪人物が大きな話題となり、五官書の中でもそれら当時の先人たちを取り上げている。 天才が天の意志の現れだという思想もこの時期に形成されたようである。中国への仏教伝来は一番早い説が紀元前2年であり、最も遅い説が67年である。この時期には、ふとと呼ばれていた、ブッダの音訳である。当初はあくまで上流階級のものによる異国趣味のものに過ぎなかったようだ。しかし、社会不安が醸成してくるにつれて、 民衆の中にも信者が増えて教団が作られるまでに至ったらしい。仏教の無の概念を理解するにあたり、中国人の窓口となったのが、老僧思想の無である。その結果として仏教は老僧の影響を受けて変質したようであり、また、老僧の方も仏教に刺激を受けて、同教教団の成立が行われることになる。 第11代観点は道教に傾倒したことで有名であり、老子の祭祀を何度も行っている。仏教と同じく社会不安とともに信者が増えていき、太平堂とごと米堂の2つの教団が作られた。これらの教団は民間の病気治療などを行うことで信者を集め、後藤米堂は義者と呼ばれる建物を建てて、中には食料が置かれており、 宿泊を無料で行うことができたという。黄金の乱により、太平道の組織は瓦解するが、しかし信者が消滅したわけではなく、例えば、曹操の青州軍など、各地の軍友の中に吸収されていった。後都米道は五冠が滅びた後も長く続き、後の小一教となる。五冠は、科学技術の進歩が著しい時代であった。 リンによる静止技術の改良は五感台のみならずすべての時代、すべての地域に多大な影響を与えた。それまでの地区間とは比べ物にならないほどに小さくて、住む神は文化の伝達速度を格段に上げ、優れた文学、書物が地方に伝播するのに大きく貢献した。安定から、 巡帝の時の大司令の長江は天文を研究して、根天儀、地道儀を発明した。根天儀は現代で言う天球儀のことで、水力により地球の光点に合わせて回転して、星座を正確に表示したという。地道儀は地震計のようなもので壺に周囲に玉を加えた竜が作られており遠くで地震があるとそれを感知して玉が落ち、 それによりどの方角で地震が起きたかが分かった。また、長江は月食の原因を初めて解き明かし、円周率を計算して3.162という近似値を得ている。内洋の人である長中継は後世に異性と称えられる人物である。彼は一族を召喚により失い、これに憤慨して召喚卒病論を表した。この書にはそれまでの研究をもとに、 超中継の研究の成果が載せられており、後世の医学のバイブルとされた。特に日本では非常に重視されている。また、ハイの人であるカダは、アサニエさんという薬を使って、史上初の全身麻酔を行い、腹部を切開する大手術を行ったとされる。他にも健康法として、体操を発明したと言われる。この時代に成立したと見られる、著者不明の 九章三術という三術書には様々な数学の問題が載っており、後には数学教育のテキストに採用されている。前述したように、サイリンの静止法改良により、文章の伝達速度が上がったことは、文学の世界にも大きな影響を及ぼし、あるところで発表された作品が地方に伝播することで流行が形作られることになる。歴史の分野ではまず、ハンコの 感情である。四季の記伝体の形式を受け継ぎつつ、初めての団代史としての聖史である。この書は、四季と並んで聖史の中の双壁として高い評価を受けている。他には、ハンの父のハンが、四季の武帝以後の部分を埋めた、公伝五刊王朝についてを同時大臣が書いた文章をまとめた、等刊刊記などが上がる。監視の分野では、ハン両都府、 長校、二景府などがあり、この時代に五個都市が成熟し、末期の採用になって完成したと言われる。その流れが、懸案年間になって、三層や懸案七個へと受け継がれ、懸案文学が形作られる。甘粛省文史より出土した同本場は、従来の東洋芸術一般の特徴であった、性的イメージを一新する、躍動的な制度彫刻である。税制については、 全官の功を参照。ただし税を納めるにあたり、それまでの洗脳から木の納めが多くなったことは特筆される。ただし、労役については洗脳による代替や雇用労働の広がりとともに民間にも線が広まり、五官所には役人もほとんど訪れない山の民ですら銭を持っているとする記述がある。柿沼洋平は五官の貨幣経済の特徴として、 以下の点を指摘している。対外的には、黄金や不白の授受が行われていた。国からの賜物もの予防合には、白が布よりも多かった。また、布、を賜物の与えは、葬儀関係が多かった。なお、葬儀の場合には、布とともに、線が賜物組みされていた。食材関係の支払いには、かとりが用いられ、軍事物資に転用されていた。 五官の官僚の死時には銭が支給された。全官では黄金を支給する官令であったが、民間では銭が多く用いられたことに配慮したと見られている。市民、卓術の対象者には銭を、交渉は黄金、軍港報省には銭もしくは黄金を用いた。軍事的な資質に、銭、黄金を用いたのは、全官以来の例であったが、移動に関わる市民、 卓術には途中で使う機会のある線が選ばれた。病気の管理の見舞いには、全館以来白を用いて、病人をいたわることになっていたが、五感には線も用いられた。三郎、皇帝、力伝、帝府といった民への表彰には主に切れ、やもめ、やもめ、子、毒など困窮者への支給には切れもしくは、布が賜物もの組みされた。優位な人材を昇平する場合には、 束切れが用いられた。婚礼の場では、束切れが用いられ、黄金や線が用いられる場合でも必ずキれと、組み合わされて用いられた。皇后や皇太子が建てられた時など、国家的な刑事があった場合にはキれと黄金の、全国的賜物の値が行われた。明帝から霊帝の時代にかけて、自然災害や、西京や強度との戦いが立て続けに発生し、安定以降には、 増税だけではなく売観売り尺がたびたび行われた。売り尺も売館も将来的な財政悪化の一因になるにもかかわらず、財政危機の中でこれを抑えることができず、さらには人々に金銭市場主義を植え付けて、規範の低下や賄賂、贅沢の横行などを招いた。そして、霊帝の時代には自身の贅沢に加えて、 軍事力強化や提出財政の強化による皇帝権威の確立を目指したことで増税や売り尺、売還が一層強化されて政治腐敗も深刻化することになり、ついに黄金の乱以降の大混乱を招くことになった。五寛大は地方の時代とされる。豪族が各地に勢力を張ったことによる開発効果は高いものがあった。また、 末期の動乱時期にはそれまで田舎とされていた、江南や四川の開発を進め、後の暮れ、食官が拡挙する基盤となった。中央では、官官の勢力が強かったが、地方では圧倒的に豪族が強く、豪族による土地の憲兵化は進み、地方経済は豪族の支配するところとなっていた。豪族は旧白した農民を囲い込んで、荘園経営を始め、 中央政府は直接関与しないようになっていた。しかしこのことは、荘園内部の治水などを中央政府が行わなくなったということでもあり、五感に災害が多かったことの一端は適切な対応策を打たなかったことによると思われる。二世紀の五感王毛政権が倒れてからというもの、強度のこと、しかも屍道講和か、全部は中国に対して傲慢な態度を取るようになり、 北辺の侵入、略奪は増える一方となった。後部帝は国内を平定したばかりで、外国には手が回らず、しばしばこれに手を焼いていた。しかし、カバの奴が新たな全部に即位すると、郷土でひでりとバッタの被害が相次ぎ、ついには郷土国民の三分の鬼が死んだと伝えられる大飢饉に発展した。前部カバの奴は、この疲弊に乗じて、官が攻めてくると思い、 先に和親を結ぶことにした。時を同じくして、郷土の右実地区王の日は、独自に、艦に接近しており、兼務24年、ついに、古漢や前武と称して自立し、南郷土を建国した。その後、南郷土は五漢に、進化の礼を取って服属し、頂上内に移住して、北郷土と対峙した。一方、その東側では、右ガ族が勢力を増していたが、 剣武25年にその右岸族も五冠に基準したので、三竹三角は彼らも頂上内に移住させて、北の脅威に当たらせた。この時、五冠はこの二つの民族を統括、保護するために、使い郷土中老将と森右岸行為の館を設置した。やがて五冠は大規模な遠征を行うようになり、和帝の長本元,元年、借機将軍の刀剣が率いる五冠。 南郷土連合軍は北郷土を打ち、その2年後には北前部を遠く村の地まで追い払った。そのため、モンゴル高原は空となり、北の脅威は去ったかに見えたが、今度は東の戦費が次第に勢力を増していき、官邸の時代になって断石援助が現れ、かつての郷土に匹敵するほどの脅威となった。五官ははじめ、使い郷土中浪将の長官を派遣して、 これを打たせたが全く歯が立たず、次に怪獣作に出たが相手にされなかった。結局、断石援助の存命中はどうすることもできなかったが、彼の死後は、戦費の内紛が起きて自戒していった。中平元年、五冠において、黄金の乱が起きると、中国は、三国時代に突入し、内乱状態となる。そんな中、北方民族たちは、時の権力者について協力したり、 中国の文化を取り入れたりした。そしてこの内乱状態の中から台頭してきた曹操は、まず南京都を支配下に置き、建安11年には右岸を討伐し、それと同時に戦費を侵入させた。こうして北方民族は中国の支配下に入ったままに移行する。前漢の時代に栄えた再起経営も王毛の失勢で途絶えてしまい。 中国は五冠が立ってもしばらくは着手できずにいた。その間、西域では、斎者国が強情となり、他の国々を従え、強度でさえも手が出せない強国となっていた。そこで、拳務14年、斎社王の権が五冠に調考し、ここで、やっと西域との国交が復活する。しかし、本格的な経営は、困難な状態で、西域と後を派遣することさえできずにいた。 実際、斎域諸国が、サ者王権の圧政に苦しんで、斎域徒歩を派遣するよう要求してきた時も、派遣できず、その結果斎域諸国が、強度についてしまった。五冠が、本格的に、斎域経営を始めるのが、明帝の英平16年のことで、明帝は北伐を行い、ふとしぼの祭り、放射といの唐庫、馬といの公平、木といの来なに、北強度を打たせ、 ハリシバの班長を西域諸国に派遣し、再び西域経営を始めることに成功した。その後、西域諸国は一斉放棄したこともあったが、新たな西域と後の班長のもと安定した西域経営が行われ、しばらくタリム盆地は五管の勢力下にあった。また、班長は部下の管営を派遣して、西域のさらに西方に向かわせ、 現在のシリア近辺まで至らせた。延期9年には、大神国王アントンの死者を名乗る者が、関の日南軍に到達し、ローマ帝国内の事柄が伝わり、この時期にローマ帝国との間で細いながら交流があったことが、伺われる。関院圧国王院門東には、コークリア付与が勢力を張っており、こちらも、王網の対応のまずさにより、 一時期離反していたが、三つ竹三角が即位すると率先して、長考を行ってきた。しかし、五冠の統制力が衰えてくると、再び離反し、コウクルは、ゲ都軍を攻撃して、西に追いやっている。さらに、落老軍にも攻撃を続け、この地方の覇権を確立した。五冠諸島遺伝の記述で知られるように、この時代には、日本列島の人々が、 中国の王朝と直接交渉していることが知られ、福岡県東賀島で発見された、官位八国王金印がこれを裏付けている。五漢提出経図大半の皇帝の死亡は頭に、項がつくが、日本では、ほとんどの場合省略して表記されている。五漢の意味。偶国五辞書。2019年12月9日閲覧。柿沼洋平。 五感貨幣経済の展開とその特質、初秋、柿沼、中国古代貨幣経済の持続と、展開2018年、P33、柿沼洋平、五感貨幣経済の展開とその特質、初秋、柿沼、中国古代貨幣経済の持続と、展開2018年、P42 から50、柿沼洋平、五感時代における、金銭市場主義の台頭。 中国古代貨幣経済の持続と展開 P63 から101体心はローマ帝国のことでアントンはマルクス・アウレリウス・アントニヌスもしくは先代皇帝であるアントニヌスピウスに否定されるしかしローマ側の記録には死者を派遣したということが載っていないのでこの死者というのは単なる公益商人に過ぎずローマ皇帝の名を名乗っただけではないかと考えられるありがとうございます